一筋島カは、一般にヤブカとも呼ばれる、ヤブカ族の吸血性の蚊の一種。胸部の背面に一本の白い成中線と、W 字状のブチがある。島カ類の多種との違いは、肝誉域の白ウロコハンや、中京生徒の全側縁の白色の筋がないことと、中京肺側縁の羽木部上部のウロコハンの幅が、広く銀白輪片であることである。体長は4.5ミ、mm、リメートルほど。 黒い大色に白い島の川、ほとんどが本種である。本来、秋田県や岩手県が北限であったが、生息域を北に広げつつある。また、デング熱などの感染症を媒介することも知られている。もともと雑木林や竹林の木のほらや竹の切り株などに溜まった水などで繁殖していたが、現在はやぶ、墓地、公園、人家など、 人工的な空間に存在する水たまりでもよく繁殖する。移動距離はおよそ50から100メートル。世界的に見ると、物資の移動に伴って、アジアから北米に侵入して定着し、また地球温暖化の影響で南北に生息地を広げており、熱帯病の蔓延が心配されている。生息地はやぶ、墓地、公園、人家など。 植木鉢の受け皿に溜まった水のような小さな水たまりでも発生するので人家の近くでも見かける。逆に、山間部など人や水気の少ない地域や地理条件では個体数が少なかったり、稀に遭遇しても活発ではない。日本での出現期は5月から11月頃。中高生であるが、早朝と夕方に特に活発に活動する。 蚊一般に当てはまることであるが、吸血行動は、メスが産卵の栄養にするために行うものである。したがって、オスは血を全く吸わないが、メスと共に人体に飛来する。これは、吸血しに来るメスと交尾するためである。オスもメスも通常は、花の蜜や草の汁を主な餌としている。最も普通に見られる、吸血性の蚊の一つであるため、殺虫剤の試験に利用される。 デング熱、自家熱、西ナイル熱、チクングニア熱、大熱などの感染症を媒介する。吸血時に人の皮膚に湿疹を起こすため、衛生害虫としても知られている。イノシジョウ中症の原因である、イノシジョウ虫の媒介中でもある。本種は世界の侵略的外来種ワースト100に定められている。本来の生息地である東アジアから北。 アメリカへ輸出された古代屋の雨水に潜んでいた、ボウフラが、アメリカ合衆国東部に定着し、10年経たないうちに、そこからヨーロッパ、中南米、中東に分布を広げたと推定される。ありがとうございます。